ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。皆さんこんばんは、日向坂46松田好花です。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部、今週もよろしくお願いします。イエーイ。ということで、1、2回目終えまして、今週3回目になるんですけど、収録自体は2回目の収録でございます。初回放送ね、自分で聞いてみたんですけど、もうとにかく興奮がすごい伝わってきて、ちょっと自分ではうるさく感じてしまったんですけど皆さん大丈夫でしたでしょうか。耳しんどくなかったですかね。ちょっと今週は落ち着いて喋ってみたいと思います。そしてですね、周りの方の反響なんですけど、なんとですよ、月曜ラビットで共演させていただいていた丸山桂里奈さんが、ラジオ始まるんだってって言ってくださって、連絡をくださってですね、でそこからの流れでまたゲストに来てくださいという話もできたので、いつかね、機会が合えば来てくださえたらなと思いますね。めっちゃ楽しみですね。メンバー以外の方にも来ていただけたりしたらすごくいいんじゃないかなって思っています。そしてですね、うちの家族にも結構な反響がありまして、私京都出身なんですけど、家族はまあ京都に住んでいて、京都ではまあ残念ながらこれが聞けないということで、なんと姉がこれのためだけにラジコプレミアムに加入してくれました。いや嬉しいですね。なんか結構その姉だけじゃなくて、学校の同級生とかも、まあ4回聞けてこのラジコの値段だったら入ろうかなみたいな検討してくれる子まで出てきて、こんなにも私のラジオを聞こうとしてくれてる方がいるんだって思うとすごく嬉しいですし、リトルヤホスの皆さんにも結構その聞けない地域外の方が入ったよっていう情報をいただいたりもして、すごく嬉しいです。でそうだ、初回の放送でリスナーの方の名称をリトルヤホスにしますって発表したんですけど、ちょっと私大事なことを忘れてたなと思いまして、ヤホスって何なんだって話ですよね皆さん本当に聞いていて、いや突然リトルヤホスって言われても、あーってちょっと皆さん置いてかれた方もいらっしゃるかと思うので説明いたしますと、まあそのヤホスっていうのは、ヤホスっていう私がなんていうか、こう挨拶がてらヤッホーみたいな軽い気持ちで、ヤッホーって挨拶できるような気持ちの言葉なんですけど、でそれがなんかいつの間にかリトルヤホスっていうのが、これファンの方発信だったんですね、もともと。でそれで広がってきて、巡り巡って私の耳まで入ってきて、ただね、そんなファンの方の名前として使うのもどうなんだろうって思ってたんですけど、このねラジオのリスナーの方の名称ならということで、そのヤホスをちょっとねアレンジした形でリトルヤホスっていう名前になりました。ということで、リトルヤホスの意味は分かっていただけましたかね。はい、置いてけぼりにしてしまってすいませんでした。リトルヤホスの皆さん、これからもよろしくお願いします。はい、そして日本放送の皆さんとも関わりを増やしていけたらなって思ってるんですけど、前回も言ったんですけど、飯田浩司さんとはぜひ早いうちに共演させていただけたらなって思ってますえ、ここである人からコメントが届いています。お聞きください、どうぞ。ひなこいプレゼンツ日向坂46松田好花の日向坂高校放送部をお聞きの皆さん、そして松田好花さん、こんばんは。日本放送アナウンサーの飯田浩司でございます。すごい、いやー本当にありがとうございます。数ある日本放送の番組の中からですね、私の浩司アップを触れていただいたとのことで、本当にありがとうございます。平日の朝6時から8時で番組やってますんで、はい、まあ朝早いんですけれども、はい、いや本当機会ありましたらぜひよろしくお願いします。これを機会に連携させていただければと。まあなんといってもですね、朝の、AM ラジオですから、なかなか若い人たちが聞いてるっつうわけでもないので、ここでですね若い人たちが聞いてくれればですね、この私の番組がもうちょっとこう数字が上がってですね、これもこれも会社の中でもこう俺の立場が
っていうものがありますからですね。特にですね、10月の18日からの1週間というのが、はい、とてもとてもとても大切な1週間ってありますんで、一つ皆さんのお力添えもよろしくよろしくお願いいたします。番組楽しんでいただければと思います。またぜひよろしくお願いします。以上、飯田浩司でした。嬉しい。なんかやけにちょっとさっき打ち合わせあったんですけど、この飯田浩司さんの部分はぜひとも触れてくださいみたいな感じで言われて、あ、そっかって思って、今素直に純粋に喋ってみたらそういうことだったんですね。やられてしまいました。でも嬉しいですね、こんな風にレスポンスがいただけると。ちょっと嬉しかったんですけど、なんか私を数字が取れる人みたいな感じで言ってくださってて、びっくり。そうだな、ぜひとも朝早い時間でもお邪魔させていただけたらと私は思っていますので、よろしくお願いします。そしてね、この番組は毎回神回ということで有名な番組なんですけど、本日も神回ですので皆さんぜひ聞いてください。あ、そうだ、もう今回の放送からはですよ、皆さんメールがね届き始めてるので、また前回とはガラッと雰囲気が変わっていくかと思うんですけど、早速じゃあ投書箱にいただいた感想などメッセージ読んでいきたいと思います。いやー、このメールもね届いていた中から選出させていただいて、なんかあ、パーソナリティだなっていう実感をかみしめています。では早速読んでいきます。ラジオネームゆうさん、どうもです。松田さんが神回と豪語されている第2回の放送で、38と55を足して93、それを2で割ったら46とおっしゃっていましたが、正確には 46.5 です。テンションの上がっていたところ、水を差すようで申し訳ないのですが、念のためご報告です。ではか、これは本当に私自覚ありますよ皆さん。いや、さすがにね、93割る2が46だとは思ってませんよ。 46.5 だから、もうもはや46ってことで、まあ四捨五入したら47ってこれ言ったらまた言われるかもしれないんですけど、いやー、そこまで私数学というか算数できないわけじゃないので、ちょっとバカにされた気分で今ちょっと怒っています。はい、次。ラジオネーム、ラジオ、おい松田、足して2で割って46ってどういうことだよ、ルール勝手に変えるだ、まあ今回はいいでしょう、今回だけだぞ。何ですか皆さん、これ私をなんかいじめたいんですかね。分かってますよ本当に。このメールがいっぱいあって、ちょっともう皆さん私のことバカにしないでくださいね、本当にもう全く許しませんよ。ありがとうございます。はい、あと一個ぐらい読もうかな。ラジオネーム、ひな太郎さん、やっほっすー、このちゃん念願のラジオのパーソナリティおめでとう。いつもひな恋を楽しくプレイしています。マイページの画面やイベントが行われる際には推しメンのこのちゃんを選んでプレイしています。この日向坂高校放送部にもメールで呼ばれた方にノベルティをプレゼントするのはどうかと思いまして、投書箱に入れさせていただきました。どうかよろしくお願いいたします。こういうメールですよ私が待っていたのは。わかりますか、さっきのお二方。はい、本当に嬉しいですね。ノベルティプレゼントするっていうのすごいいいですね。なんかこれやってみたいな。ちょっと実現を目指して頑張りたいと思います。はい、たくさんのメールありがとうございます。引き続き待っておりますのでよろしくお願いします。ということで、この番組はトーク番組ということで勝手にトーク番組にしてしまった。何かこうお話をねさせていただけたらなって思うんですけど、ちょっとまあ最近まだツアーは終わってはいないんですけど、9月10月と日向坂46初のツアーを回らせていただいてるんですけど、その中でやっぱり結構福岡と大阪がこう1日空いて連続で稼働があったりとかして、体もね結構毎回2時間半の公演を立て続けにやっていくと結構悲鳴を上げてきてしまってまして、で筋肉痛だったりちょっとだるさだったり、寝ても疲れが取れないようなことがあったので、まあちょっと時間が空いたのでマッサージ屋さんに行こうと思って、ちょっとリラックスするためにもちょっとデジタルデトックスもしたかったですし行ったんですね。でまあ
そういうお店に行くときに、あまりこの仕事柄的に素性はバレると良くないなというか、個人情報といいますか、あまりアイドルの松田好花だってバレたくなかったんですけど、まあマッサージをしていただくにあたって、まあどこがお疲れですかみたいな話をまずされたんですね。で、ああちょっと足とかが結構疲れてて張ってますねみたいなこと言ってたら、あ、何をされてその足は疲れたんですかって言われたんですね。あ、ダンスですって言ってしまって、お、ここで私はやばいやばいやばい、こっからどうしていくか。ダンス、え、ライブって言ったら絶対もう終わるし、アーティストだってバレたら終わりだから、ダンス、いや、それどこでされてるんですかって言われたので、あ、大学のダンスサークルの方でちょっと練習が立て込んでまして、ちょっと足が疲れましてみたいなこと言ってた。あ、大学生なんですね、え、何学部ですかみたいな感じで、すごいその方もなんかぐいぐい質問をしてきて、すごい私掘り起こされる気分で、あ、まあ文系の方でみたいな、ちょっとごまかして喋ったりしてたんですけど、で、そんな感じで結構もうずっと、今ということは大学、あ、4回生とかなんですかねみたいな、あ、就活とかの時期ですかみたいな、全然わかんなくて、私就活もしてないしアイドルだから、うわ、これもう嘘に嘘を重ねてしまったゆえに、どうしよう、しんどいしんどいしんどいと思って、もうそのままずっと話をね、もう嘘に嘘を重ねて続けてたんですけど、で、それでもう最後にはそれで喋ってね、私はゆったりするつもりだったのに、頭は全くリラックスできず、心も体も全然リラックスできずに、マッサージを終えて帰るっていう悲しい出来事がありました。はい、いや本当にね、なんか難しいんですよね。どう、ここはなんか正直に、まあちょっと内緒にしてほしいんですけど、アイドルでなんかライブやったのでちょっと疲れてて、静かにあまりお話もせずに過ごしたいんですけどとかって言えばよかったのか、私の嘘をつき続けたのがよかったのか、でもそれで結局私は心が疲れて帰ってしまったので、マッサージに行く前よりも、だからうわーって思いつつ、まあでも、あ、これでもラジオで話せばいいかって思う感情が出てきたりとか、いろんな感情が入り混じってたんですけど、はい、そんな私の目まぐるしい感情のね、起伏があったんですけど、で、まあ本当に正直に言うべきだったのかなって思ったって言ったんですけど、まあこのちょっと関連した話になるんですけど、私一回病気になって休業させていただいてた期間があって、入院してたんですけど、で、まあ、そんなね、まあ入院してたんですけど、周りの方に私のこと知られてないだろうなと思って、まあ結構自由に過ごしてたんですけど、退院できますってなった時に、看護師の方に、推し面です。これからも応援してます。頑張ってくださいって言われてしまって、私はもうその瞬間頭が真っ白になって、ということは私の、病院の個室での納豆をむさぼり食ってた姿だったりとか、パジャマがね、全然すごいダサかったのとか見られてたのかな、みたいな。推し面のこういう姿、大丈夫だったのかな、みたいな。もっと可愛いパジャマお母さんに頼んどけばよかった、みたいな、そういう感情が出てきて、これは、でも、言って欲しかったなって思ったんです、本当に。退院の間際に言うんじゃなくて、入院した時に、実は知ってます。応援してます。ぜひ、なんかね、あれば、何でも言っていただければ配慮しますので、とか言ってもらえたらよかったんですけど、退院の前日に、告白されてしまいました。はい。そんなことがあったので、もしね、私が、まあ、マッサージ業とか、されてる方いらっしゃいましたら、このラジオのリスナーさんで、松田好花が来たなと思ったら、知ってますと言っていただけたら、すごくありがたいでございます。カマはかけないようにお願いします。はい。ということで、そんな私の心も体も疲れてしまったお話でした。ということで、今週もどうぞよろしくお願いします。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。この時間は日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこいがお送りします。
日向坂46の彼氏になってくれませんか。東京から片道2時間の場所にある日向町、自然豊かで暖かな田舎町にある日向坂高校で、私たちは全力で夢を見て全力で恋をした。これは日向坂46とあなたの初恋と青春の物語、日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひな恋が好評配信中です。ここでしか見られないメンバーそれぞれの甘酸っぱい恋愛ストーリーをぜひお楽しみください。日本放送ファミリーの松田このかです。オールナイト日本のような面白いトークと、ラジオショーのような軽快なやりとり、そして飯田浩司の OK 工事アップのように鋭くニュースに迫ったり迫らなかったりします。日向恋プレゼンツ、日向坂46松田このかの日向坂高校放送部。改めまして皆さんこんばんは、日向坂46松田このかです。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田このかの日向坂高校放送部をお送りしています。それでは皆さんお待ちかねのコーナーに参りましょう。まずはこちら、叫べ青春のバカ野郎。叫べ、はい、何歳になっても人生は青春だ。メールを読み終わった後、部長の松田が青春のバカ野郎と叫びたくなるような青春エピソードを皆さんから送っていただいています。たくさんのメールをいただきました。それでは読んでいきましょう。ラジオネーム変な帽子。中学の卒業式の日、仲良くしていた女友達に体育館裏に呼び出され告白されました。しかし当時の僕は断ることがかっこいいと思っていて、告白を断り、これからも仲良くしようとかっこつけてしまいました。今ではすごく後悔してます。松田さん、叫びいただけますか。わかりました、ラジオネーム変な帽子さん。それでは行きましょう。青春のバカ野郎。いや本当にバカだよ、何してるのよ。でもそっか、かっこいい、断ることがかっこいいって思うんだ。こういう人って意外と多いんですかね、なんかね。ちょっと本当に今からでもちょっとさ、告白したらどうかな、ダメなのかな。いやちょっとこれはね、反省していただきたいですね。はい、続きまして、ラジオネームは焼きまんじゅうお化け。高校生の時ですが、急に電車が揺れて倒れそうになった他校の女子生徒を助けたことがきっかけでお付き合いしたことがあります。1週間ぐらいしてから、その女性に電車の中で連絡先が書いてある手紙を渡されて、その後は映画に誘われて、なんやかんやで半年ほどお付き合いしました。半年、最後は振られましたが、漫画みたいな出会いで付き合えるとは思わなかったので、今となってはいい思い出です。松田さん、青春のバカ野郎と叫んでください、お願いいたします。いやーん、わかりました、ラジオネーム焼きまんじゅうお化けさん。それでは行きましょう。青春のバカ野郎。いやー、こんなことあるんだ。すごいですね、電車が揺れて支えたってことですよね、その女の子で。そっか、高校生の時だから、乗る時間、電車の時間とかも決まってて、ある程度ね、同じ車両とかでメンバーとかも決まってくるから、こういうことができたってことか。うわ、青春だ、すごい。でも半年、そっか、振られちゃったけど、でもそんな経験ができてすごい、うわ、よかったですね。うわキュンキュンしちゃう。それでは続きまして、ラジオネームダービッシュさんです。高校生活最後の文化祭、同じクラスの女子と出し物の準備をしていて、お互いに話のテンポもフィーリングも合い、徐々に恋愛感情が芽生えていました。それでも自信がなかったので、このままの関係でいいと思っていたのですが、周りの友達が告白しないの、絶対大丈夫だってとたくさん言われたので、勇気を出して告白しました。結果は玉砕。文化祭当日には別の男性と仲良く歩いている
彼女を見ました。前日に付き合い始めたそうです。僕の青春終わりました。ちなみに応援してくれていた周りの人たちはそんなこと言ってないかのような態度を取り、うわ立ち悪い、付き合い始めた二人にはおめでとう、お似合いだよと言ってるのを聞いてなんか辛い気持ちになりました。いやこれは辛いよ、よく頑張ったよダービシュン。いやーそっか、なんかこれかん勘違いだったってことなのかな。そっかでももともとは自信がなかったんだ。で周りにすごいおだてられて煽られて告白したら失敗して、そしたら周りの煽ってきてた人たちは付き合い始めた2人におめでとうって言ってた。あれはつらかったね。あ待って、叫ぶの忘れてました。私それでは叫びましょう。ラジオネームダービシュンさん、青春のバカ野郎。よく頑張ったね、本当にこうやってラジオで消化できてよかったよ。はい、ということで皆さんからのメールお待ちしています。メールアドレスはkonoka@1242.com konoka@1242.com までお願いします。コノカはね、あの K でございます、皆さんお間違いなく。件名には投書箱または青春と書いてください。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ日向坂高校放送部です。全部漢字です。皆さんからの投稿お待ちしています。有楽町日本放送からお送りしてます、ひなこいプレゼンツ日向坂46松田好花の日向坂高校放送部。日向坂高校放送部部長松田好花です。一通のお便りをきっかけに恋愛に悩み始める私たち、果たしてこの恋にベストアンサーを見つけることはできるのか。日向坂46と全力で恋するスマホゲームひな恋では、番組コラボデザインカードが手に入る恋愛放送部2人のベストアンサーイベントが10月21日よりスタート。さらに無料10例ガチャチケットが手に入るログインボーナスも開催中です。ラジオを聞いている皆さん、ぜひひな恋をプレイしてみてくださいね。日向坂46と思いっきり恋しよう。ゲーム内で楽しめるのどかな田舎町での爽やかで甘酸っぱい青春恋愛ストーリーには、ここでしか見られない撮り下ろしドラマシーンが盛りだくさん。日向坂46と全力で恋するゲームアプリひな恋、アプリストアからぜひダウンロードしてください。続いてのコーナーはこちら、真夜中の松田さん。松田好花が真夜中に言ってそうな寝言を募集します。ラジオネームマトラリーのロトトさん、パスモの残高1242円だ。うわこれありえそうだな。私日常生活でも結構なんか427円、私誕生日が4月27日なんですけど、427円だったり4時27分とか結構敏感に反応しちゃうので、1242はこれから敏感になってしまうかもしれないですね。ラジオネームタコとイカ、日本放送の皆さん聞いてますか。私は生放送いつ帰りたいです。これは寝言ですよ。寝言です。いつかでもできたらいいですね。はい、ではラストにします。ラジオネームヤンチャムさん、おい富田鈴香、これから先もずっと花ちゃんズの相方であること、死んでもやめんじゃねえぞ。あれこれコーナー送るラジオ間違えてません？大丈夫ですかねこれ。はい、多分間違いですね。このメールは間違えたものを読んでしまいました。はい、ということでこのような松田が言ってそうな寝言を募集してます。こんな寝言実際は言ってません、勘違いしないでください。はい、メールアドレスはkonoka@1242.com konoka@1242.com までお願いします。件名には真夜中と書いていただけると助かります。皆さんからの投稿お待ちしています。
日向坂46と思いっきり恋しよう。ゲーム内で楽しめるのどかな田舎町での爽やかで甘酸っぱい青春恋愛ストーリーには、ここでしか見られない撮り下ろしドラマシーンが盛りだくさん。日向坂46と全力で恋するゲームアプリ、ひなこい、アプリストアからぜひダウンロードしてください。日向坂高校放送部部長、松田このかです。一通のお便りをきっかけに恋愛に悩み始める私たち、果たしてこの恋にベストアンサーを見つけることはできるのか。日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこいでは番組コラボデザインカードが手に入る恋愛放送部2人のベストアンサーイベントが10月21日よりスタート。さらに無料10連ガチャチケットが手に入るログインボーナスも開催中です。ラジオを聞いている皆さん、ぜひひなこいをプレイしてみてくださいね。ひなこいプレゼンツ、日向坂46松田このかの日向坂高校放送部。この時間は日向坂46と全力で恋するスマホゲーム、ひなこいがお送りしました。さてエンディングです。今回もすごいあっという間だったんですけど、まずなんといってもあのオープニングの方で飯田浩司さんからねコメントをいただいたということで、間違いなく神回だったかと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、今回はあの皆さんからのメールも反映された初回ということで、たくさんのメールをね本当にありがとうございました。できなかった、まあ、コーナーとかもあるんですけど、そのうちやっていくかと思うので、その時を楽しみに待っていてください。はい、その募集コーナーは公式ホームページにアップしてますので、ぜひよろしくお願いします。放送終了後、ここでしか聞けない放課後アフタートークをゲームアプリひなこいにて期間限定で配信します。ここでしか聞けない内容なので、ぜひチェックしてください。そしてなんと来週は初ゲストになります。日向坂46から山口春代が登場してくれます。これね、あの私が別に春代がいいですって言ったわけではなかったんですけど、これやっぱ高校生だからっていうことなんですかね。どういうことなんですかね、まあ、分からないんですけど、あの若い人が優先的にキャスティングされるんでしょうか。今後もお楽しみにしていただけると嬉しいです。春代はね、あの5枚目シングルの君しか勝たんの時にフォーメーションが隣で、結構それがきっかけで関わりが増えて仲良くしているメンバーでもあるので、すごく楽しみです。私と春代のトークもお楽しみに。ここまでのお相手は日向坂46松田好花でした。ヤッホッスー。